さこちゃん、キヨキヨです。ちょっとバレそうなんでお風呂に来ました。今日はですね、またリビングに普通にコウさんいるんですけど、後輩のプロゲーマーのコウさんいるんですけど、私基本黒髪短髪なんですよ。で最近ドドルさん金髪にしたじゃないですか。そこから派生する企画でキヨキヨ金髪にするみたいな、クラドワで負けたら金髪みたいな企画が出てたんですけど、僕ね髪に関してはこだわりを持ってるんですよ。もう黒髪短髪オンリー。そして2週間から3週間に美容院行くみたいなやってるんですよ。ナルシストみたいでしょ。なんで私はね基本マジで黒髪短髪、もう金髪とか絶対に嫌って言い続けてるんですね。で今リビングにいるコウさん、そのことをね、まあ、おそらくまあ知ってるというか、僕もずっとね黒髪短髪なので金髪のイメージマジでないと思うんですよ彼。なのでキヨキヨがいきなり金髪になるドッキリやってきてたからです。パンティカラーコール、これは1日だけなんか泡でカラーリングができると、泡なんで1日で落ちるよっていう、その塗料みたいな感じでございます。でそれで使ってきてみます。うわうわうわすごい、うわうわお肉みたいな匂いする。手でいいかな全然じゃん、全然じゃん、全然気になるよ。全部使う、全部使おう。手はめっちゃ気になる、髪気になるね。あ、でもなんか若干気になってきた。いいぞ。みんなベネジーナパリナダンスダウン。ラブリ強いわ。ラブリ？うん。ラブリに変えたり1.5連勝したの。使い方見たいな。さすがに最近の動画結構さ、やばすぎ。結構チンパンだったよね。うん。基本的に1分前待った方がいいから。あ、そうなんだ。1分前待っちゃえばフリーズで一発でジジだから。あ、もう完全待つんだ。そのハイスピで手玉回しをしないんだ。待ち。マチーやん、マチーっす。そうですね、そうですね。まあ今回こういった形でドズルさん金髪って結構いかついよね。やばすぎ、やばいよね。あ、セクラだ。うわ、え、これありなの。ドズルさんマジなんかパーリーピープル感がすごいもん、うん、パーリーピーポー。あー、それでもしかパーリーピーポー。これヒカルさんでしょ、これは。あ、これヒカルさん。あ、ヒカルさん、うお、うまっ。バーバリアン使ってよ。バーバリアン誰も使わない。金髪ユニット、金髪だよ。ペッ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 、残るね。あー、何だよ。ババ来い、バーバリアン来い。あ、ロイジャイモの金髪やな。全部完成しとるやん。渋いね。コウさんもね結構渋い。え、コウさん雰囲気が渋い。どういうこと。パーリーピーポーになるとダメだよ。パーリーピーポー。ヒロスさんって黒髪似合うよね。ヒロスさんもあれ黒髪じゃん、言ったら。確かに。ヒカキンさんって実は茶髪なんだよ。ほんとだ、あんま見ないね。でも別に黒髪のイメージもないし、うん、おしゃれな茶髪って感じじゃない。金髪で YouTuber いる。ドズニキ。ドズニキ、ドズニキ。あとまあハンヒカルさん。ああ僕金髪似合うかな。似合わ。似合わんか。100% 似合わん。100% 似合わん。え、キュウキュウ似合わないの。よく似合わない。なんで。だから俺単発じゃん。似合わん。単発じゃん。似合、意外に似合ってる。何センス買うのに。やばい、やばい。風呂場でうわーってやってきた。アホや。アホやろ。え、これまたすか。また待っとる。意外とあり。意外とあり。ヤンキーじゃん。まあこれヤンキーだわ。
おい、ヤンキーヤンキーヤンキー、関わりたくない、関わりたくない、やだね、やだね、やだね、キヨキヨ、いきなり金髪にナルドッキリでございました。僕陰キャラなんでパーリーピーポー感ほんと嫌なんですよね。毎日この話でゲームどことこっち動画アップしておりますんで、まだチャンネル登録をお済みない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知動画が来て見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします。そしてこちらプレゼント企画、7月中任天堂スイッチの6名様に当たるキャンペーンやっておりますんで、まだ見てない方はぜひとも見てください。ではね、ご視聴あじゃん。いや、カメラめっちゃキーになっちゃったんだよね。え